礼文と桃岩。こんにちは、ハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画では利尻、礼文の登山遠征ですとか山旅を考えておられる方にお届けしたいと思います。お役立ていただけるような情報をお届けしてまいりたいと思います。前回までのあらすじ、俊君と出会い、利尻島 STS C2 セイコーマートを完了した2人、服を洗濯したりですとか礼文島に向かう準備を進めるのでした。はい、OK です。下山した後、利尻ふれあい温泉というところに行ったんですが、大変いいお湯でした。おすすめです。利尻島 STS C2 セイコーマートの翌日はこんな天気になりました。そして洗濯です。今日はランドリーデイ。大磯と書いてポロフンベと読みます。利尻山の左にはこちら利尻昆布がございます。こちらがロケ地になったエリアだそうですね。北のカナリアたちという味わい深い映画の冒頭のシーンでこちらのロケ地が使われたとのことです。はい、今日ランチはですね、礼文に行く前に食堂佐藤さんで海鮮ラーメン食べることにしました。いただきたいと思います。どんなラーメンが出てくるんでしょうか。そういうことですよ、秋になったら食べたらいいよ。はい、どうぞ。まず海藻ラーメン。飲みないうちに。ごちそうさまでーす。おい、美味しかった。利尻ラーメンいただきました。美味しかった。スープが透き通っていながら非常に濃厚な味わいで美味しかったですね。旨味がガツンとくる感じでした。美味しかった。ごちそうさまでした。ミラクっていうところもあるらしいですね。あとは磯焼き亭っていうところとか、いろいろとこの海の駅押し止まりの周りにはあります。レンタカー屋さんとかね、レンタサイクル屋さんとかいろいろとございます。
も手振ってくんなよ。そうそう、手振ってんのか。探しちゃいましたね。礼文島の緑ヶ丘公園キャンプ場を紹介します。こちらは緑ヶ丘公園キャンプ場になります。こちらが管理棟になっておりまして、キャンプ受付がございます。2021年7月時点では大人1人1泊ですね620円という形でお支払いをさせていただきました。カフカ、香り深いと書いてカフカ港ですね。カフカの港から歩いて約1時間程度でしたでしょうか、こちらのキャンプ場に着くことができました。道中にはセイコーマートがございまして、セイコーマートカフカ店ですね、そこでご飯ですとかお水ですとかお飲み物を買うことができます。こちらの施設紹介してまいりたいと思います。とってもいいところですね。今回礼文島来たんですけれども、天気があいにくで明日の昼から崩れるっていうところで、ちょっと行動があまりできずにおります。うん、仕方ないですね。皆さんがこちらに来られるときは晴れることをお祈りしております。それでは案内いたします。はい、こちらがですね、公園管理棟のキャンプ受付になります。ここには洗濯機と乾燥機がございます。目の前には大きな野球グラウンド、いいですね。礼文で野球なんて、なんてスペシャルなんでしょうか。こちらですね、進んでいきますとキャンプ場が広がってまいります。いろいろとメノを拾えたり、トドの肉を食べることができたり、いろんな絶景ですね。まるでファイナルファンタジー7に出てくるかのような山ですとか丘、そんなところを楽しむことができるようになっています。礼文でソロキャンプするにはとってもいいところなんじゃないかなと考えております。礼文島の印象ですけれども、とっても空気が綺麗で緑が美しいですね。礼文島は北緯45度に浮かぶ島になっておりまして、礼文島から見る利尻の島ですね、とっても美しい感じになっております。こちら進んでいきますと、こういった形でお花畑、綺麗な花が咲いていますね。で、こうテントがそれぞれ立っているという感じになっています。喫煙所はあちらにございます。はい、ウッドデッキや炊事場、そして水場ですね。水は飲むことができるという形で受付のおじさまに教えていただきました。こういった形でテントが立っております。ここがトイレですね。とても綺麗なトイレです。ウッドデッキがあって、比較的水平で水はけの良さそうな地面ですね。非自立式のシェルターなんかはそういったところに、今回はウッドデッキ使わせていただいております。あちらが水場になります。どうですか、寝心地は良さそうですか。ハエがすごいです。あ、ハエがすごい。結構虫が多めですね。やっぱり北海道ですから、ここは確かに虫はよく飛んでいます。ウッドデッキにはこういった形でテーブルと椅子がございます。まあ、長く旅をしているといい高さのテーブルと椅子っていうのは欲しくなるんですよね。
今回はちょっと時間があまりないっていうところと天気が崩れてくるっていうところで、今後のですね山旅の計画をちょっと考えてみようかっていうことで、それぞれ利尻、羅臼、ニセコ、羊蹄山、大雪山、トムラウシ、十勝、ポロシリ、それぞれの地図を広げて一緒にいろいろとアウトドアトークしたいと思います。皆さんもぜひ礼文島にお越しの際は緑ヶ丘キャンプ場をご利用になってみてはいかがでしょうか。こちらの動画がお役に立ちましたら幸いです。この動物の鳴き声気になるんだよね。あーこれなんだろう、ボボボボボボ、西尻山にもっていましたよ。いた？寝てました。不思議な鳴き声がするよね、北海道の森は。いいとこだな。夜星見えたらいいけどね。今は晴れてるけどこの後天気崩れんだな。桃岩荘ユースホステルか。今度来た時は泊まってみようかな。うん、楽しそうじゃない？楽しそうだよね。まあ礼文町の郷土資料館もいい雰囲気だったな。ああ、はいはい。カラスが会話してる。重要です。携帯用コンセントがございます。しゅんくんが絶望しております。なぜかというと、お邪魔します。いいですか？どうぞ。おー、広くていいじゃないですかと思いきや、じゃじゃーん。虫が多いのが北海道のアウトドアですね。なんででしょうか。一回ポール抜いてこうパーってやってみたら、そう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 、一旦逃がして、それができるからね。でポール立て直して、でもう一回様子見てみたら、まあ、もしかしたら虫も好きなのかもね、キューベンファイバーが。ローカスギアが。お、だいぶほら。でもこっからどうなるかじゃないですか。まあ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 、今閉じ込めてた体になってたかもしれないから、今見てみたら、ちょっとすごいスッキリしたよ。今はそうですね。はい、今んとこ、まあ、ちょっとこれでどうなるかっすよね。うん、実験してみましょう。結構怖い、結構角度いくなそれ。どうですか、レブンランドの。すごいですね。来た回ありました。怖い。ちょっと俺もやってみていい？ちょっと、取ってこのまま。3歳から6歳って書いてあるけど、炎上しないからこれ YouTube に上げてもらって。しちゃうかもしれないですね。おお、結構。しかもこれ、あ、すごいねこれ。あー、おお、これあれだな、体幹鍛えられる。な、確かに。もういや、レブンランド随一のイベントですけど。あ、レブンの空気を全身で浴びて。ブランコの方が酔います。そうだね、ちょっとこれやばいかも。しゅんくんが大発見しました。なんと、そこ気をつけな
そう、溶ける溶けるの怖いよ。ペペロンチーノ開けたんですよね。あ、そうだね、そうだね。セイコーマートで買える安いパスタはメスティンとシンデレラフィットで、ここに今水を張って温めているというセイロシステム。セイロシステム、セイコーマートのセイロシステム、セイロシステム SSSS で SS しゅんくんが大発明をしまして、なんとこのトランギアのメスティン、セイコーマートで買えるこちらのパスタがですね、シンデレラフィットであることを発見いたしました。だからまあ直接メスティンに置くと熱伝導率いいんで、ちょっとあれかなっていうところで、今ちょっといろいろ工夫しながらお箸あみあみシステムで温めております。さあうまくいくでしょうか。ちょっとじゃあ、ごめんなさいね。ちょっとじゃあ食べてみます。うん、何度ですか。28度ぐらいうん、水風呂やったら余裕で入れるみたいな感じかな。 うん、いい感じですありがとうございます。はい、はい、よし。じゃあこれで、カラス多いね、ここ。カラス多いのでお気をつけて。おはようございます。出方出方コーヒー飲む。はい、本当は火つけてからセットです。癖で良くないですね。朝鳥すごかったね。本当にすごかったですね。で、鳥すごいですよね、ここ。鳥すごいな。何種類いるんですかね。いや、自分の花もすごい。レベルが。
朝ごはんはアミノバイタル。変態ですね。もうダメだね。もうダメだ。筋トレとかする人も飲みますよね。そうだね。晴れのレブンはまたの機会だね。そうですね。いつでも晴れるんで。忘れ物ないですか？はい。じゃあ行きましょう。ここはね、ゴミも受け付けてくれるから、カラスにやられないようにゴミ捨て場にちゃんと捨てて歩き出しですね。ただいまの時刻は何時になってる？4時59分。我々は UL ハイカーの朝は早い。ああ、でもあっちちょっと晴れてる。あ、なんか山見えん。え、あれリシリじゃない？リシリ見えた。やった、よかったね。よかったねって俺多分一番喜んでるけど。え、すげえじゃん。おはようございます。行ってきます。リシリと同じぐらいカラスやばいな、ここ。よし、行こうか。早起きして歩いてましたら奇跡的に見えました。利尻めちゃくちゃかっこいいですね。あの島の STS C2 セイコーマートやったと思うと感無量です。我々は今セイコーマートレブン島のカフカ店におります。まだオープンしてないんですが、なんとなんとこんな感じで天候が晴れてまいりました。カフカ店から見える景色がすごい。利尻がしっかりと見えております。あともう少ししたら開くのでちょっと待ちたいと思います。あ、セイコーマート開きました。メノ落ちてる？落ちてないです。落ちてない。ちょっと探してみようぜ。コイン差し込まないでくださいね、こういうところに。こういうところにコイン差し込まないでください。私は今、こちら、レブン島はレブン町、メノ浜におります。メノの石が拾えるということで、ここまで、桃岩トンネル、新桃岩トンネルというところを歩いてまいりました。天気崩れる予報だったんですが、最高の天気に恵まれまして、レブン島も粋なことしてくれますね。
目のの石を探していこうというところなんですが、しゅんくんが情報収集してくれました。地元のおばちゃんに聞いたらですね、天気が荒れないと、天気が荒れた後でないと拾いにくいっていうことで、ちょっとないかも。この辺りには地蔵岩ですとか、いろいろと見どころがございまして。よいしょ。海がとってもまず綺麗ですね。ちなみにあそこにはお手洗いがございます。海綺麗やね。砂浜というよりは砂利の砂利浜って感じ。おお、なんかあった。いやー、ちょっと俺何かあ、わかんねえねまあまあいいんだよ、何でも綺麗な気持ちがあれば海綺麗な。はい、であちらには地蔵岩っていうのがある感じですね。メノウっぽくないですね。あ、メノウだなそれ。ちょっとそれじゃあちょうだい。でもこれがいや、これこれが欲しいです。このこういう丸いやつ、丸くてこの探してみるか。え、でもこれそうじゃない、ほら。おお、ちょっといい今いいな、その形。これ多分それだと思う。いいな。いいんだよね、目の拾いが名物って書いてあるから。これはそれ多分違くないですか。これ綺麗ないし、綺麗ないし。ああ、落ちたよ、なんか今。あ、俺じゃないっす。この奥歯みたいなやつは奥歯目のですか、それ。そう、これは奥歯みたいな目のです。あ、すげえなった。ほらこれシーグラスですよ、絶対。シーグラスだなんかこんなんあったけど、絶対シーグラスですよ。まあ、こんな楽しみ方ができるのが目の浜でございます。前に頭上にした目の拾いに、目の拾いってわけじゃないけど、はい、ここに目の浜に、目の浜を見ながら、はい、頭上岩に来て、おそうするともなんかね、この足元なんかのたくさんあったんだ。あ、目のが昔は、うん、今は今は一粒もないでしょ。ちょっと待って、かけらなの、まあ、俺の話すっけ。はい、わあ、全然違う。すげえ、これが目のリアル目のでかっ。かげら、かげらっていう場合だけど。野良コーヒー、レブン島、目の浜店。パンツかと思いましたら、マスクでした。飛ばさないでよ、ロカスギア。クフ、 DCF が海に消えてったら泣けるから。こちらがですね、レブン島の西側の浜にある地蔵岩というところになります。地蔵岩、大変良い場所ですね。地球の歴史を感じるというか、一見の価値ありだと思います。ただ場所的にはこういった感じで崖が続いての地蔵岩っていう感じになりますので、落石にはご注意ください。落石注意になります。と、結構ジャリジャリした砂浜ですね、浜になりますので、
ぱりしっかりした靴履いてきてよかったかななんて思います。これはすごい、海も綺麗だし空気も綺麗で保険の価値ありですね。地球感じます。いいね。いいじゃん。疲れた。桃岩展望台。少しこの辺りですね、風が強かったですので、ナレーション入れをさせていただいております。利尻礼文サロベツ国立公園にあるこちらの桃岩展望台、とっても良いところですので、礼文島にお越しの際はぜひ行ってみていただきたいですね。あちらの方には元地展望台というところまで行けるということですね。利尻礼文サロベツ国立公園は山岳、お花畑、海食街出現、海岸砂丘など変化に富んだ景観のある景観を誇る日本最北の国立公園ですということですね。桃岩は礼文島の地層では比較的新しい時代にできたものということです。地下のマグマが地表部を押し上げ、冷やされながら球状の巨大な岩塊に成長したもの。表面には玉ねぎの皮のような、これ初めて聞いたんですけど、球状節理、盤状節理が取り巻き、表面の剥がれ落ちた内部には表面よりゆっくりと冷えていく速度の違いから柱のような柱状節理が見えますということです。いやー面白い、素晴らしい場所です。地球感じますね。礼文島桃岩。元地灯台というところになりまして、一つ先端になると思われるんですが、今回はちょっと船の時間もありまして、あとは午後ですね、3時ぐらいから天気が悪くなると言われています。そのため元地灯台まではちょっと時間切れで行けないんですけれども、非常に良いところです。礼文にいらっしゃってみてはいかがでしょうか。すごくいいところです。天国みたいです。あそこにね、ガツッと利尻が見えるはずなんですけども、やはり午後にかけて天候が崩れてまいりました。名残惜しいですが、港に戻りたいと思います。とてもいい場所です。100段の石段、お疲れ様でした。鈴賽銭箱は社殿の内にあります。玄関に入ってお参りください。礼文島の花々を描いた42枚、ちょっと撮影していいかどうかわからないから、これはまあ来てみてのお楽しみということで。はい、という形で礼文からまた利尻に戻りたいと思います。礼文最高でした。ありがとうございます。